え、のちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。伊勢海老ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら、伊勢海老。っていうことでね、ふらふらっと市場に行ったら、いい伊勢海老があったんで、またついつい伊勢海老買っちゃいました。それで、なんでこんな今日伊勢海老買ったかというと、一回ね、なんか動画でね、回ってきて、うわ、これやろうって思ってた料理があるんですよ。それが、伊勢海老しゃぶしゃぶ。めちゃくちゃ贅沢じゃないですか。大阪かどっかの店で、1食5000円ぐらいで出してるところがあって、すっげえ美味しそうだったんで、今日は自分で作ろうかなと思い買ってまいりました。小型のやつを3匹、大型より小型の方がしゃぶしゃぶには向いてると思いますんでね、やっていきたいと思います。素早くやります。こんな感じ。身の仕込みしていきます。これがね、確か特殊だったんですよね。まずは見栄え的にこのヒレヒレを切ります。こんな感じ。1本、でこっちにも1本。そうしたら殻を剥いでいきます。下の皮が取れましたら、次は上の殻、指でなぞって少しずつ少しずつ剥がしていくイメージですね。でこうやって甲羅が段々になってるんで、この甲羅の隙間に指を入れて膜を剥がすイメージ。こういう感じ、わかるかな。わかりにくいよね。まだ生きてるんで身が甲羅にくっついてるんですよね。なんでいっぺんに剥がそうとせずに、徐々に徐々に剥がす、そういうのを頭に入れて、尻尾までこういう風にします。でこれで仕込みの完成です。このまましゃぶしゃぶとして食べていきます。下の殻剥いで、で次は上の殻を徐々に剥がしていきます。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃ、まずは、固形燃料に火をつけて、で、その上に、鍋を置きます。今日は昆布だしでしゃぶしゃぶしていきます。沸騰直前になったら昆布を取り出して、伊勢海老をしゃぶしゃぶして食べていきます。はい、では、出汁がいい感じに出ましたので、昆布を取り出します。いよいよ、伊勢海老をしゃぶしゃぶしていきたいと思います。じゃあ、真ん中のこの、真っ赤なここ、いただきます。昆布だしにしゃぶしゃぶと。生でもいけるので、そんなに長いことしゃぶしゃぶしません。パッと花が咲く程度、このぐらいでいきたいと思います。そしたらこれにポン酢をたっぷりつけていただきます。うーん、うまっ。なんじゃこりゃ。程よくこうしゃぶしゃぶすることによって、エビの甘さが際立つんですよね。でも中はプリプリで刺身だから、口の中がもう天国状態でした。今びっくりした。今一口でガブって食べましたけど、この伊勢海老1匹4000円以上したんで、一口4000円です。そう考えるとやべえな、これ。もう一回いただきます。でさっきは10秒ぐらいやりましたけど、歯ごたえがかなりあったんで、柔らかいのが好きな方はもうちょっとやってもいいかも。でまたこの旅館システムのこのお鍋でやることによって雰囲気出ますよね。はい、じゃあさっきの倍ぐらいしゃぶしゃぶしました。結構火通りました。このポン酢をたっぷりつけるの、これポイントです。いただきます。これは本当にうまいわ。高いけど、みんな一回はやってみてほしい。4500円、学生の方だと本当に1日のアルバイト代ですけど、1日アルバイトして食べる価値がある美味しさだと思う。はい、のこちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。甘エビっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、皆さんまして、本日の食材がこちら。甘エビっていうことでね、国産の生の甘エビ、
買ってきました。で、これね、甘エビって言うんですけど、これ正式名称が、北国赤エビっていう名前です。まあ、別名、まあ、南蛮エビとも言いますね。まあ、いろんな名前があります。で、この甘エビって、性別が変わるんですよ。ちっちゃいうちは、オス で、成長していくと、メスに変わるんですって。ね、不思議ですね。で、この甘エビはもうだいぶ、大きくなった甘エビでして、お腹に青色のプチプチ、これ卵です。なので、これはメスですね。全部メスの甘エビ丼になります。で、まあ、甘エビだけで作ってもいいんですけども、それじゃあね、ちょっとアレンジ性がないなということで、今日こちらも買ってまいりました。じゃん。これだけ見て分かった人は、すごいですわ。開けてみましょうか。とある生物が中に入っております。いきますよ。オープンザフーター。出ました。こちら。特大、車エビ、買ってまいりました。これね、車エビバカにしちゃいかんよ。結構こやつら力が強いんですよ。で、ここに鋭いトゲがありますんで、手に刺さってね、血が出ちゃいますんで、油断しちゃダメ。なので今日は、こちらの、車エビと甘エビをミックスした、ユッケ丼、作っていきたいなと思います。頭を外す、片一歩外す、親指を軸に回す、こんな感じ。はい、そしたら車エビ剥いていきます。この生きた車エビは、あんな甘エビほどうまく剥けません。ゆっくりゆっくり、これにちょこっとずつ剥いていってください。慎重に慎重に。仮死状態にしてあるんで、もう動きません。はい、剥けました。車エビはこのまま尻尾つけていきましょうか。おー、まだ動くな。そしたらそこにこの甘エビをぶち込みます。で、車エビも入れます。で、これをしっかり混ぜ合わせる。うわ、うまそう。これそしたらこれをご飯の上に盛り付けていく。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら甘エビと車エビのユッケ丼、まずはこの黄身を割りましょう。よいしょ。車エビに挟まれた卵の黄身を割って、ここら辺をいただきます。うん、うま。これ待って、めちゃくちゃうめえよこれ。あのね、このコチュジャンとごま油の感じ、これが素晴らしい。で、この卵の黄身とよく合いますわ、そりゃ。ごま油とコチュジャンですもの。これやばい。次はこちら、車エビいただきます。うん、やっぱり車エビうまい。ただ、ユッケにはちょっと生きた車エビはプリプリすぎるかな。甘エビぐらいの甘エビがベストマッチだわ。えのちゃん。カネゴでございます。ということで、本日の食材がこちら、この中に入っております。いきますよ、せーの、よっ、じゃじゃーん、ほら、ニシキエビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、巨大なニシキエビっていうことでね。やばすぎるでしょ、この大きさ。バカでかい姉妹生エビ買ってまいりました。で、この姉妹生エビはね、南の方に生息する大型の伊勢エビですね。普通の伊勢エビに比べて味は若干落ちるんですけど、どれでもとても美味しいエビです。で、今回のこの姉妹生エビが 4.5 キロあります。トラと一緒の重さです。で、お値段は動画の最後にしますね。嘘だろ、何それ、どういう状況、ちょっとこれ、このヒゲをグッとこうやって持った方が安全ですね。ここをしっかり持って、ここから包丁入れていきます。
ヒレヒレの下、ここですね、薄い膜がありますので、ここ1、2と切れ込み入れていきます。でこの節々がすごくこう硬いので、節々をまず切るイメージ、1、2、3、4と、はい、ここ節々が切れました。こっち側も一緒ですね、節々を切っていきます。さすがにこんだけ大きいと硬いな、レバじゃないと太刀打ちじゃできねえわこれ。はい、そしたらこことここが外れましたので、次は身を剥がしていきます。もう身もすごいな、やっぱあんだけ大きいから量が半端じゃねえわ。普段は手でね、ビラビラってめくれるんですけど、こんだけ大きいとなかなか手で剥げないんで、包丁で徐々にこうやって剥がしていきます。はい、裏の殻が外れました。そしたらこの表面ですね、ここを剥がしていきます。なかなか外れんな、かなりバラバラになっちゃうな。これも綺麗に剥がれないんで、包丁でこうやって剥がしていった方が確実かもしれないですね。一通り大雑把に取って身を剥がします。よし、取れました。これが錦エビの身ですね。身だけでね、600g ぐらいはありますね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。いつもの一人鍋に昆布の戻し汁入れてあります。固形燃料に火をつけて、今日はこちらのすだちポン酢でいただきたいと思います。すだちポン酢にたっぷりネギを入れて、でもみじおろしも入れます。でそこにさらにすだちを入れていきます。追いすだちですね。絞ったらこの皮もポチョンと入れます。そうすると皮の香りもまたポン酢に移りますんでね。そしたらここら辺のプリプリのところをしゃぶしゃぶしゃぶと、うわ、パーッと花が咲きましたね。で表面が白くなるぐらいで OK。 こんな伊勢海老の塊を口の中に入れれるなんて夢のようです。それじゃあいただきます。うわ、シャッキシャキでプリプリ、うまいな。で、この繊維がとても粗いですね。荒々しい。やっぱりこんだけ大きいので、ちょっと大味ですね。やっぱり伊勢海老に比べては味は劣るかなと思います。はい、どうぞ。カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。甘エビということでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら、特大甘エビっていうことでね、極上の甘エビを買ってきました。なかなかね、皆さんこういう形で甘エビ見ることないですよね。本格的な市場で甘エビを買うと、だいたいねこのぐらいの単位で販売されていることが多いですね。これがね3キロ入ってます。 3.2 キロかな、ね、値段がキロ3500円ですね。なんでこの一箱で1万2000円ぐらいですね。なんで小売店とか料理屋さんはこういう形で買ってで小分けして売ったり、自分のお店で調理してお客さんに提供したりしてます。で僕甘エビ剥くのむちゃくちゃ早いんですよ。なんで今日はね、甘エビの早剥きを皆さんに伝授したいなと思います。でこのぐらいの量をこなすときは、一度頭を全部取っちゃった方がいいですね。頭が危ないので、危ない頭は全部取っちゃいましょう。こんな感じで、この頭のね、これこの味噌ですよ。この中に入ってるピンク色の味噌、これがうまい。これをね、うん、まじゃあ早剥きを披露したいと思います。いきますよ。これでいいんですよ。このこんだけ剥けばいいんですよ。このね、ここまで剥いてもいいんですけど、こういう感じでここだけピロッと、これでいいんですよ。なんでかというと、食べるときにここに口持ってって、で尻尾を押すとスルンとこう取れるんですよね。うん、うん、まなんで甘エビ剥くときは、まずお腹の方にビビビと一本入れて、でくるっと
ビビビくるっと、お腹のところに親指でスライドで、くるりっと。水気が取れたらむき身を入れます。もうこの段階で間違いなくうまいんですけど、そこに焼酎、焼酎をスプーン一杯ほど入れます。さっとで焼酎入りましたら、これ塩麹ですね、これを加えていく。こんなもんで、しっかり混ぜ合わせると。で、ここにお好みで柑橘系を入れます。今日はこういうのいただきましたんで、これ使ってみましょう。邪気払いって言ってね、蛇腹っていう柚子なのかな、匂い嗅いでみよう。あー、なんかすっごい、結構きついなこれ。ほんと香り付け程度でちょんちょんちょんと入れてみましょうか。塩麹蛇腹風味ですね。で、これ冷蔵庫で一晩寝かしたら完成ですね。そしたら2種類目いきます。こっちは結構オーソドックスな作り方ですね。まず先ほどと一緒、甘エビの水気をしっかり取っていくと。そしたらそこにお塩を一つまみ、お砂糖も一つまみ。ほんでお次は日本酒ですね。焼酎じゃなくてこっちは日本酒でいきます。日本酒を小さじ1ぐらいで、そこに鷹の爪ですね。鷹の爪をチョキチョキと切って入れていきます。これで OK。 そしたらここに甘エビを入れて合わせていきます。全体に絡まるようにしっかりと混ぜていきます。これでこちらも冷蔵庫で1日寝かしたら完成です。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら行きましょうよ。まずは塩麹、いや塩麹よりこっち行きましょうか。普通の方からいただきましょう。鷹の爪を入れてピリッと仕上げてあります。すごいな、ねっとりしてますね。いただきます。うん、すげえな、わかった。甘エビってお刺身で食べると甘いじゃないですか。甘さがもう一ランク甘くなりましたね。すごい甘くなった。すげえうまい。あ、うまい。これほんとねっとねとですね。練り飴食べてるみたい。お次こちら塩麹、蛇腹果汁が入ってます。いただきます。全然違う。あ、こっちはこっちでうまいね。こっちの方がうまみは強いですね。うん、これどういう果物なんでしょうか。俺知らないんですけどね、蛇腹っていう。ピリリッとしたような柑橘系ですね。甘エビとよく合いますね。いやー、うまいな。やっぱカニコでございます。ということで本日の食材がこちら、2種類のエビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、ボタンエビとシータイガーっていうことでね。もう今日無性にエビが食べたくなって冷凍庫いじくってたらいいエビ出てきました。で、この鮮やかなこちらボタンエビ、このエビはね有名ですよね。お刺身でとても美味しいエビでございます。これはお刺身と頭で味噌汁でいきましょうか。そしたらシータイガー溶かしてる間にこれボタンエビ剥いていきましょう。で、ボタンエビってこう足にトゲがたくさんついてたり、この頭のねかっこいいヘラクレスみたいな角、ここの角の先も危ないし、ここの角のねこの上のところ、ここにもトゲがたくさんありますんで、剥くときはほんと気をつけてください。もうここ頭の部分めちゃめちゃ危ないです。こうやって頭を落として、あとは殻をこうやって剥がしていきます。こんな感じですね。で、ボタンエビは背わたは特に入ってませんので取る必要はありません。頭を取って殻を剥く、くるっと、はい、こんな感じですね。で、お刺身にする場合はここら辺まで剥いて、この尻尾の先っちょの殻、ここを残しとくと、こう盛り付けた時にかっこいいですね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はそれだけじゃないですよ。ボタンエビもついてきます。わさびと醤油をたくさんつけていただきます。うん、ボタンエビはね絶対お刺身、加熱するよりお刺身が一番うまい。どうも、金子です。というわけでセカンドチャンネルなんですけども、5あるエビを買ってきまして、
まあ、動画用に買ったんじゃなくて、もうシンプルに食べたことがなくて、味が気になって買ってきたんですけど、まあ、せっかくだからちょっとセカちゃんでも回そうかなみたいな、そういうテンションなんで今回してます。それがこちらなんですよ。こちらですね。すごいエビでしょこれ。これね、鬼エビっていうエビなんですよ。ほんでここのトゲトゲの感じとかがゴジラに似てるから、ゴジラエビとも呼ばれてるみたいなんですね。すごく珍しいエビです。でこれ生食用でも食べれるみたいなので、今日はこちらを刺身と焼きで食べていこうかなと。で結構サイズもね大きいんですよ。もっとちっちゃいと思ったんですけど、頭なんかすごい大きいですよね。ちなみにこれだけでね4000円ぐらいしました。ボタンエビぐらいの値段です。じゃあちょっと剥いていきましょうか。まずは頭を落として、手で剥けるかなこれ。わー硬いな。わーでもこれ気をつけて剥かないと本当手に刺さっちゃうな。完璧の防御力を誇っとるこいつは。いてててててててよいしょ。こんな感じです。うまそう。殻だけが大きいのかなと思ったら身もしっかり大きいです。どんどん剥いていきます。頭落として、うん、味噌はちょっと傷んでるのが多いですけど、しっかり保冷されてるんで身は綺麗なもんですね。全然お刺身でも食べれますね。あ、ほんでね、こう指を入れる箇所、こっちさえ掴んでしまえば、あの刺さらずに剥けます。うわこれでけえな。これ一番でけえんじゃねえか。冷てえな。よいしょ。でそこでエビを洗います。かなり汚れてますからね。さーっとね、ザルに当ててと。よし、じゃあここに軽く盛り付けますか。今日の盛り付けはシンプルでいきます。ツマとか何にも乗せません。こういう感じでどうでしょうか。うわーうまそう。こう盛り付けていきたいとこなんですけど、この尻尾のコントラストが綺麗なんで、上に重ねてボリューム感を出すタイプの盛り付けでいきます。でこの2本の筋があるじゃないですか、赤の筋ね、これを揃える。そうすると統一感が出てより綺麗に盛り付けれます。こちらが鬼エビのお刺身。じゃあまずはお刺身から食べてみましょうか。濃い口のたまり醤油につけていただきます。うわーうまこれ。やっぱりボタンエビに近いですね。ボタンエビよりちょっとクリーミーで甘みが強い気がしますね。全くエビ臭さないですね。うわーこれはうまいエビだわ。刺身で食べなきゃダメなエビだこれ。エビフライとかには多分あんま向いてないかな。でこのボリューム感がすごいんですよね。口の中に入れた時にムリュってこうなる感じ、めちゃくちゃゴージャスですね。贅沢なエビ。好きなエビベスト3に食い込むぐらいうまいこれ。はいどうぞ。ということでございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょ。車エビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、車エビっていうことでね、今日は美味しい美味しい車エビを買ってきました。これですよ。綺麗ですよね車エビ。おっと、気をつけてください皆さんは。しかも今日の車エビが天然物の車エビです。産地はお隣は三重県ですね。市場で結構高額な生け物を買うと、こうやってブクブクもついてくるんですよね。海水が入っててブクブクがついてると、こういう状態で送られてきます。今日これが全部でキロ当たり1万5000円ですね。なんで1匹500円から700円ってとこじゃないですかね。ではでは刺身作っていきます。うわ本当に綺麗だなこれ。綺麗ですよね車エビって。で生きた車エビはものすごく危険ですので、軍手とかゴム手袋するといいと思います。そしたらまず頭を落とします。ここですね、頭の付け根、ここから一思いにいただきます。こんな感じに頭を落とします。これが味噌ですね。これはボイルして食べますので、頭が落ちればもうおとなしいので、ここの付け根ですね、ここの付け根からブスッと。はい、こんな感じで頭が落ちました。でこちら身ですね、お刺身にする部分です。身は殻を剥いていきます。生きた車エビは殻むちゃくちゃ剥きにくいんですよね。本当にねビチッとくっついてるんですよ。ギューッとくっついちゃってるんで、こうやってよいしょ
少しずつ少しずつでいいんで、指を殻と身の隙間に入れて、こうローリングさせていく感じですね。これで剥いていくと。で、剥いていくと、このエビの殻の色素がすごいつくんですよね。今、ゴム手袋にすごいついてるの分かりますかね。甘エビとかボタンエビとか剥くときもそうなんですけど、結構色素が手につくので、ゴム手袋はね、した方がいいですよ。これね、服とかについてもなかなか取れないんですよ。あ、これ簡単に剥けますね。ピロンと。うまそうだな、これ。この黒い線が見えるところ、ここから包丁を入れて、完全に落とさない。ここら辺で止めます。で、開いて、で、これですね、背綿。正確にはこれ背綿と味噌も入ってるんですよ。緑っぽいのはね、味噌なんですよね。味噌の延長線上みたいな。で、背綿はこれですね。この白い、この細いやつ。こいつは泥入ってないですけど、泥が入ってるやつは、この中に泥がビシッと入ってます。これは水槽で結構生かされてたやつで、泥は吐かされてるのかな？なんかあんまね、泥が入ってる感じには見えないですね。うん。あ、入ってないね。で、このまま食べてもとてもうまいんですけど、池の車エビとか伊勢エビって、ちょっとだけ湯通ししてあげると甘さがぐんと増すんですよね。なんで、ちょっと湯通ししていきます。そしたら沸騰したお湯に、まずは尻尾から入れます。尻尾を入れて、赤く色をつけます。尻尾が綺麗に赤くなりました。そしたら身を、しゃぶ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 と。もう一瞬でいいです。ちょっと変わるぐらい。こんなもん。そしたら、氷水に落とすと。で、粗熱を取ったらこれで OK。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。刺しをいきましょうか。濃い口醤油をペッペッとつけていただきます。これはもう芸術ですね。刺身の領域超えちゃってますもんね。で、尻尾を長めに茹でることによって、尻尾の殻が簡単に剥がれるんですよね。生だとこうはいかないんですよ。で、この尻尾の方までしっかりと食べる。うまい。次は頭。ここに濃厚な味噌がたっぷり詰まってます。いただきます。うまー。やっぱ車エビの味噌濃厚で好き。はい、どうちは、かねこでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。甘エビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ピッカピカの甘エビ。っていうことでね、今日はエビでございます。それも、極上のピッカピカ鮮度抜群の、今朝、直送で送ってもらったこちら、甘エビでございます。冷凍物ではございませんよ。生の甘エビ。はい、ではこのように剥けました。もうこれ一回塩水にくぐらせて、洗ってはあります。よし、そしたらこちらの大皿に、エビちゃんを盛り付けていきますね。そしたらこちら。こういう風にひたすら並べていきます。何も考えずに無心でひたすら並べていきます。はい、こんな感じに盛れましたと。めちゃくちゃ綺麗ですよね。これがやりたかったんだ。で、ここにボタンエビ、こういう感じで盛り付けましょうか。3本ぐらいで、ブドウエビ、でどこかから突然やってきた白子で、ワカメ、そして食用菊をちょっと添えて彩り。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。甘エビしゃぶしゃぶ。それとちょっと忘れてましたけど、こちら車エビも氷で締めておきました。なので、まずは車エビをポチョンと。よし、このお出汁で茹でると、これがまたうまいですからね。よし、そしたらもう早速甘エビをしゃぶしゃぶしちゃいましょうか。3匹ぐらいいっぺんにいきましょう。これを持って、で、しゃぶしゃぶと。ちょっと色がもう変わるぐらい、こんなもんで OK ですね。よし、救出で、ポン酢に入れると、ちょんちょんと。
そしたらね、この食べ方はもう尻尾を取っちゃいます。ピュッとね、この状態にしていただきます。うめえ。味噌も一緒に吸うのがポイントなんですよ。これがどんだけでもいけるよ。こうやって尻尾をピュッと取りますよね。でこの状態にしてつける。うまっ。これ少ししゃぶしゃぶして火を通すことによって甘エビの甘さがまたさらに甘くなるんですよね。エビってちょっと熱通すと本当に甘くなるんですよね。うん、うまい。無限だわこれは。